ございます、少し今雨が弱くなりましたが、ものすごい叩きつける音がしてました。この天井のビニールにバンバン行きます。ちょっとうるさいですけど、今朝はですね、いつも通りイチゴのハウスの見回りしてるんですけど、通路までは浸水してます。ただ1メートル高さのベンチまでは大丈夫です。今日雨の中ランニングしてて感じたのは、この自然の雨が降っているというこの事実をどう受け止めるかですよね。まあ本当災害にもう被害が出てるところはですね、もう本当に心からお見舞い申し上げます。いつうちもそうなるか分かりません。ただもう天井にビニール張ったりとかですね、台風のたびに巻き上げたり大変ではあるんですが、この事前対応をしててよかったなと。事実は雨が降っている、この災害と捉えるのはこの人間の解釈ですよね。で、しんどいんですけど、このこういう雨が降るっていうのを、まあ、ここまでとは思ってませんでしたけど、もうあると思って想定して仕事を進めていくしかないなって思いました。この福岡県、この私の町でですね、農業を続けていくのに、もう路地でその地面に、まあ、野菜を植え付けてやっていくっていうのはとても厳しいですね。だからもう1メートル高さぐらいの絶対浸水しないゲリラ豪雨が絶対降っても大丈夫っていう農作物栽培をやっていくしかないなって改めて痛感した次第です。まあ、今自分はイチゴという選択をしてますが、もう土のハウスはですね、もう完全に浸水です。だからもう畝作りしてましたけど、もう完全に上まで水没してるので、まあもう一回定食前に耕運するしかないですね。でもそれはしょうがないです。それはもうしょうがないんです。ただベンチの方は大丈夫です。だからこうした災害というか雨に対応する仕事の仕組みを作っていくしかないと改めて思ったところでした。事実は雨が降っているだけ。これを天災と捉えるか人災と捉えるか、そこの解釈がこの農業人生を分けると思いました。事実は一つ、解釈は無数ですね。前向きに受け止めて、この雨を有効利用した仕組みを作っていきたいと思います。以上です。